皆さんこんにちは。いよいよこの企画が始まります。大胸筋1週間メニュー、本日からスタートです。以前に1週間の腹筋トレーニングということで動画を1週間続けて出しました。かなり大好評で、胸のトレーニングでも1週間やってほしいという声がたくさんあったので、今回は皆さんのご希望に応えまして、これから大胸筋のトレーニング1週間をやっていきます。あ、ちなみに僕のデザインしているブーストの新しい次ロンティが出ました。こういうやつです。詳しく知りたい方はキースネットストアでぜひチェックしてください。僕はあの服のデザイナーとしてもやっているので、ここに出している服は全て僕がデザインしている服なのですが、これが新作ということで今出ていますので、興味のある方はキースネットストアぜひチェックしてください。そしてこれから紹介していくメニューは、時間制限を設けたメニューを曜日曜日に用意しています。各曜日によって胸のターゲットを変えています。そして今回からやりますこの1週間メニューっていうのは、この YouTube のプラットフォームにはそのようなトレーニングは誰もやっていません。 YouTube 初としてやります。で、1週間のメニューはそうなんですけど、それ以上に内容がものすごく濃いです。僕は今まで過去に、たくさんの大胸筋トレーニングを出してきました。どれも濃厚で人気のあるメニューがたくさんあります。このチャンネルでもすでに、いくつか大胸筋のトレーニングは出していますが、今回の1週間メニューで行うトレーニングは別格です。自分自身が考案したトレーニングも含め、こういったね、短時間シリーズっていうねメニューをね組み始めて、これが一気にこのフィットネス界だけではなく、もういろんなところに世の中にブワッて広がった元にもなっているこの動画、このシリーズは腹筋でもあります。で、この動画でも900万回再生以上されています。このトレーニングを見て今でもずっとやられてる方いてると思いますけど、これを抜く、メニューを用意しています。さらに1段階2段階濃厚なトレーニング、そして効果的なトレーニングをやりたいという方、僕自身もこの時よりも成長していますので、それだけメニューの内容も成長したものとして提供します。自信を持って僕もやっているので、皆さん楽しみにしておいてほしいのと、あとは本当にね、継続することによって結果が出せるので、1日2日やっただけではまああまり変わりませんというか変わりません。なのでこれから始まります1週間メニューも、1週間やったら終わりではなくて、その1週間行うメニューをこの翌週翌々週と続いてやっていくことによって効果が見えてきます。なので皆さん継続は力なり、頑張っていきましょう。それではこれから押さえておきたいポイントを説明します。この先2日3日4日と続くトレーニングが台無しになってしまうので、腕立て伏せの絶対を押さえていってください。まず腕立て伏せにはベーシックなやり方があります。そのベーシックなやり方というのは、手を肩幅ぐらいに出します。肩幅なのであんまりこんな風にならないようにしてください。肩幅っていうと結構狭いです。これぐらい。手の位置、手の向きっていうのは指がまっすぐ向いてる状態で、少しまっすぐ出てるよりも気持ち低いところに手を置きに行きます。そして腕の曲げ方、横に曲げる、そのまま肘が真下に向くような形で、このベーシックっていうのはこの脇を締めながらやっていくので、肘が真下にこう曲がるようにしてやっていきます。それではベーシックな足の付き方によっても説明していきます。足の付き方というと、基本的には足を揃えてください。こういった形で、これが一番標準のやり方になります。足を揃える、足を曲げない、そしてもう一つ体勢としてはお尻を上げない。それではこの基本ベースを置きながら崩して説明していきます。まず腕立て伏せ自体が慣れていない方が、今の形でトレーニングを行うことが少し難しくなると思います。特に本日は一番ベーシックなやり方、押さえておきたいポイントの部分を説明していますが、2日目3日目とメニューが入っていきます。そこでは結構ね、難しくなっていくので、できる動きできない動きが出てくるかと思います。女性の方、もしくは腕立て伏せ男性の方でも慣れてない方に関しては、膝を使ってやってください。で、膝の使い方にもやり方が2種類ほどあります。まず足先を置いて膝を置いて行う腕立て伏せのやり方、これが一番簡単です。そして膝をつきながらでも負荷が欲しいっていう方、足先を上げます。そして上げるときは中途半端に曲げずに曲げ切ります。そうすると両足の重みが上半身にかかるので、こちらよりもこっちの方がしんどいです。膝は使わなくてもできるけど、まだ慣れてないっていう方に関しては、足を開いてやってくださいということで、こんな感じです。
足を開けることによって自分の体重が分散されます。少し楽にやることができるので、しんどいって方は足を広げてやってみてください。もしくはトレーニングの中でも時間制限を設けているトレーニングでは後半きつくなってくると思うので、最初は綺麗なフォームで行って、しんどくなったらできる範囲膝を使う、足を開くなどの工夫を入れながら最後まで綺麗なフォームを保ちながらやっていってください。そしてここで体勢の作り方も2つほどあります。まず一番ベーシックいきますね。体はマスクです。本当に姿勢のいい状態を作ります。そして胸にもっと効かせたいっていう方のためのやり方2としては、胸を次もっと張ります。この溝打ち部分を一番出している状態を常に保ってやっていきます。なので先ほどの状態であれば姿勢のいい状態、これを胸を出すというよりも溝打ちを出す、そしてこの出してる体勢を常に保ってやっていきます。そして普通の腕立て伏せでも少し負荷が欲しいっていう方に関しては、この足の上に足を乗せます。どっちでもいいです。こういった形で、これはベーシックの中でも少し上級者向けのやり方になります。で、今説明したのがもう超ベーシックなやり方です。そして腕立て伏せにはここからたくさんのやり方が生まれていきます。特に今回のこの1週間メニューでは皆様にやったこともない聞いたこともないトレーニングも用意しています。なぜかというと僕が編み出した動きも今回のこの1週間メニューに入れていますので、楽しみにしておいてほしいんですけど、たくさんのやり方があります。で、今説明したのは超ベーシックな部分で、このベーシックなやり方にもざっくりこの3つを今日は覚えていってほしいと思ってます。まず一つ目はもう説明しました。次はワイド、手を広げてやっていく腕立て伏せ。基本的には肘を90度ぐらいに曲げたこの位置で、そしてここで僕がおすすめするやり方としては、この90度曲げた手の位置を溝打ちまで下げてきます。僕の溝打ちがここにあるので、普段やっているこの手の位置を考えるとかなり低くなります。そして手を内側に入れていきます。そして体重を乗せるのを手の全体、手のひら全体に乗せるのではなくて、手のこの内側部分に体重を乗せます。ということはこういう感じに手を返して、ここに体重を乗せるようにやっていきます。ではね、一回やっていきましょう。手の向きを変えるということは胸にとって大きな違いを生みます。大胸筋を鍛えるということは基本的には腕を使って腕を動かして初めて鍛えれるので、腕を使わずに胸を鍛えるということは不可能です。そして先ほども言いました、この手の向き一つで自分の鍛える胸の位置まで変わっていきます。このワイドというと基本的にはどちらかというと外側を意識しているトレーニングなので、小さい胸ではなくて横にも広がったかっこいい胸を作る意味でもワイドを行うことはすごく大切です。胸の筋肉はここからずっと胸から肩までつながっています。腕と手を大きく広げることによってストレッチをかけれます。イメージとしてはダンベルを持ったトレーニングと少し似ています。グッて引っ張ると胸がちょっと張ったような感覚になると思いますが、それと同じ感覚です。なので効果としては胸の外側までしっかり鍛えてあげる、そしてストレッチを大きくかけれることがワイドプッシュアップではできるということです。それでは3つあるうちの今2つ説明したので、次はダイヤモンドです。まずダイヤモンドプッシュアップ、これで得られる効果というと胸の内側です。胸を要するに寄せる状態で行うので、胸でもこの谷間部分を、この内側部分を鍛えることができます。胸の内側までしっかり鍛えれると男性の方でも谷間があるようなくぼみのあるかっこいい立体的な胸を作ることができます。特に内側が育っていないと外側だけ筋肉があると少し変なバランスになってしまうので、内側も意識してほしいです。そしてダイヤモンドという名前はもうその名の通りなんですけど、こう手のね合わせ方が少しダイヤモンド型に見えることから来ています。またの名をクロースハンドとも言います。で、手の合わせ方に関してはここまで合わせる必要はないと思います。ちょっと難しくなるので、指と指が重なるぐらいの気持ちを持ってやっていってください。そしてここでやり方の説明なんですけど、これは脇を締めていきます。手を置く前にも脇を締めたような体勢を作って手を置きに行くと結構やりやすくなると思います。で、ダイヤモンドに関しては他のプッシュアップと少し違うところは指を閉じる方がやりやすいと思います。一般的なプッシュアップでは少しね手を広げてる方がバランス、力の入りやすさ
の面ではいいんですけど、ダイヤモンドでは指を揃えるようにして本当にダイヤモンドを作るような形で手を合わせていきます。そして脇を締める。なのでこのトレーニングを行うときは胸を常に寄せているようなイメージでやっていきます。特に上げる瞬間を胸をグッとグッと内に寄せて落としてグッという感じです。それ以外の部分の足、体の体勢に関しては今先ほど説明したやり方がベースです。基本的にはここはこれからいろんなトレーニングを行う中でもそこまで大きく変わりませんが、一つ言わせてました。お尻の力を入れてください。はい、大臀筋ってお尻に、ね、大きい筋肉があるんですけど、お尻の穴を締めるようにしてやってもらえるとお腹が締まります。お尻締める、下腹も締めることによってブレない体を作ることができます。大臀筋、お尻を締めるときにこの内転筋、この足の内側も少し力が入って全体的に内側に締まるような感覚になると思います。内転筋も含めた大臀筋、お尻、そしてお腹、特に下腹を全て力入れてキュッと内側にします。ここを少し言い忘れていたので、ここも意識していてください。手の置く位置としては少し溝内側についてみてください。3つの向き、ベーシック、ワイド、ダイヤモンド、これらのやり方は少し抑えていく必要があるので、今回のレクチャーを見られた方はここの3つをちょっとトレーニングしていてください。それでは今日は初日ということで1分半のトレーニングをやっていきましょう。でその内容というのは今回教えていますベーシック、ワイド、ダイヤモンド、この3つを入れてやっていきます。各種動き20秒ずつの間休憩10秒を入れていきます。つま先で行うのか膝を使って行うのかは任せます。はい、では早速ねやっていきましょう。よーい、スタート。関する全てのことをシェアしている筋トレ専門ホームページを制作しました。トレーニングの方法からサプリメント、ダイエットのことまで全て知れるマルチウェブサイト Urban Style Fitness。 フィットネスや筋トレについてもっと勉強がしたいという方はぜひ遊びに来てください。皆さんお疲れ様でした。初日ということで説明を主にやらせてもらいました。ただ明日から続くメニューに関しては時間制限を設けた、このブーストアスリート、特にメトロンブログでも知られている濃密なトレーニングを用意してますので、皆さん楽しみにしておいておいてください。そして今回たった1分半のトレーニングでしたが、フォーム正しく行うことで間に休憩が入っていたけど3つの腕立て伏せをやると1分半でもかなり疲れたと思います。腹筋とはここは大きく違います。主に体を腕だけで支えた動きを継続してやっているので疲れが早いので、かなりタフな1週間の大胸筋トレーニングメニューになると思いますけど、皆さん頑張ってください。そして動画の冒頭でも少しだけ説明はしましたが、栄養のあるものを皆さん食べてください。トレーニングを行うともちろん効果は出ますし、体をそれによって見た目的に変えることもできます。でその効果を大きく飛躍的に
させたいっていうのであれば、体を作るための栄養素が必要になってきます。だから普段自分が食べているものにもう少し淡白なものを入れていくとか、それ以外の栄養も取ることによってより回復の早い体を作りながら順調に筋肉を育てることができますが、少し学ぶことが出てきます。先ほども言いましたタンパク質、これは必須栄養素になります。特にトレーニング、体を作るということに関しては男性女性これ関わりなく、ここむちゃくちゃ大事になってきます。このトピックに関しては話が長くなってしまうので、詳しく知りたい、次のメニューまでにもっと学びたい、まあ明日なんですけど次のメニューはUSF 見てください。定期的に更新をしています。でつい最近もまた更新して新しいページも増えています。まあ先ほどね少し映像が流れたと思います。基本的に僕が話しているようなことの知識は全てここにあるので、そういった栄養のこと、サプリメントのことも含めトレーニングのことも書いています。で皆さんが疑問に思うようなこともここに載せています。なのでお時間ある方に関しては特にここ見てちょっと学んでいってください。あまり詳しくない人がいろいろこれから勉強しようと思うとかなりテクニカルなことで難しいイメージがあると思いますが、意外とそうではないです。そして今日は1日目ということでしっかり確認させてください。密なトレーニングは体を成長させます。もうこれは間違いないです。これから行うトレーニングも今回行ったトレーニングも含めあまり長いものではありません。1時間2時間あるようなトレーニングメニューは組んでいません。あくまでも5分前後であったり短いものになります。ただ密なトレーニングっていうのはこの10分以内のトレーニングかもしれないが、それを定期的に行う、これがすごく大切になります。これからやる1週間メニューも皆さん見てトレーニングずっと続けられると思います。でずっとやっていると最初できなかったトレーニングがどん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 できてきて、むしろ楽になってきます。どんだけ難しかったトレーニングでも1、2ヶ月、3ヶ月続けているとなんかもう簡単すぎて、むしろもっといいトレーニング欲しいっていう風に変わってきます。っていうことはそれほど筋力がついてそれに耐えれる体ができているっていうことなので、体もその時には変わってるんですけど、それだけの支える体を支える筋力ができるまであまり密なトレーニングっていうのもできないと思いますけど、自分の体と相談してトレーニングしても全然体が元気、筋肉痛にすらならない、疲れすらないってなると、1日2回トレーニングを行う、もしくは僕がこれから提供しますメニューをワンループツーループさせて、そのまま例えば5分のトレーニングであれば10分にそのままつなげてやっていく。5分を2回続けた10分っていうのは難しいと思いますけど、内容を変えつつできる範囲での10分のメニューに変えていくとか、メニューとしましては本日の4日そして明日の5日と動画が上がります。そして6日は1日休憩を置いて7日8日と続きます。そして9日1日飛んで10日に最後の動画が上がります。以前やりました腹筋のトレーニングと一緒で、毎日月曜日から日曜日まで全て上げてしまうと皆さんの体は絶対に持ちません。そんな簡単なメニューは用意してません。2日トレーニングを行って1日休憩を挟んでます。でちょっと回復をさせて翌日、ただこういったやり方も体が強くなっていくと1日の休憩すらいらなくなってくるので、そういったところは密なトレーニングをお願いします。まあそれほど体を使っている、要は鍛えたいところを動かしている時間が長ければ長いほど、刺激が与えられている時間が長ければ長いほど効果もでかい。ただトレーニングには休憩というバランスがあって初めて体が育つので、まあそれも詳しく USF に書いてるんですけど、ただ単に筋トレやりまくっても筋肉がめちゃめちゃ成長するかといったらそうではないです。オーバーワークすることによって筋肉が落ちる、筋肉が小さくなるっていうことが可能性として十分に考えられるので、やりまくったらいいってわけではないですけど、密なトレーニング、そして休息を挟む、そういったことも書いてはいますので、こっちで学んでほしいんですけど、そういったバランスを作ることによって最大限に自分の頑張ってる効果、成果を出すことができるっていうことです。そして、もう後半でもう終わりますが少し説明させてください。大胸筋を鍛えることによってその何が変わるのか。大胸筋のトレーニングは実にめちゃめちゃ人気のあるトレーニングです。まあそれだけ見た目を大きく変える部位になります。一般的に男性は胸に筋肉はほぼついていません。標準として薄い筋肉がついてます。もちろん服を脱げば胸はもうぺっちゃんこで何もないのが普通です。でその胸が膨らむことによって見た目の印象っていうのは本当に大きく変わります。特に体が分厚く見えることによってたくましさっていうのは本当に上がりますし、見た目的にはすごくかっこよくなります。これは今男性の話で、そして体をこう横から見た時に胸の厚みが出ると少しね体の厚みがグッて前に出てるのが横から見ても分かるのでたくましく見えるんですよね。正面だけではない、横から見ても大きく見た目が変わる。胸のねこの下とかに影も入るようなものではないです。女性のような膨らみのある形ではないので、少し谷間からこの胸の下につながるこの胸らしい形が浮き出てくると本
当見た目ってびっくりするぐらい変わります。まあそこにねたくましい腹筋があるとさらに変わってきます。大胸筋を成長させれる胸があるということは腕もそれなりにごつくなってると思います、男性の方であれば。なので全体的な見た目を大きく変えるのには最適なトレーニングということで大胸筋のトレーニングが人気あるっていうのも僕はよくわかります。まあこれは本当に胸がつくことによって見た目がガラッと大きく印象が本当に変わるので、まあそういったところを思いっきり変えたいっていう方に関しては本当にね継続すると変えれるので頑張ってください。そして最後、体脂肪の多い方に関してはちょっと胸をトレーニングするだけで胸がボンって出てきます。細身の人よりも胸がちょっとつくだけで胸が大きく出たように見えますが、体が引き締まっている人ほどかっこいい輪郭形にはなりません。はい、なのでダイエットを行ってください、そういった方は。でダイエットを行うことによって自分が本来持ってる胸の形がくっきり見えてきます。脂肪がある大胸筋よりも筋肉として見えてる大胸筋はもう全然見た目が変わってきます。場合によっては脂肪が多いと女性のような胸に見えてしまうこともあるので、大胸筋鍛えることによってさらに脂肪を落として筋肉の立体的な部分が表に出てくるとたくましさも見た目すべて変わります、自信すらつきますので、皆さん頑張ってください。というわけで今回の動画も多分長くなってると思いますけど、明日のトレーニングからまたね頑張っていきましょう。今回はどちらかというと知識がメインの、注意点やり方、もうそういったところがメインでしたけど、タフなトレーニングこれから待っていますので、皆さん最後まで、ついてきてください。というわけで今回のご視聴ありがとうございました。ではまた明日の大胸筋トレーニング2日目 Day2 で会いましょう。さよなら。